僕は転属品の歌、ご主人であるパト君を世界一の王、帝王神に導くのが私の使命。私はそのために自分の感情を殺して、極悪非道を積み重ねてきました。ソフィア暗殺も、帝国を敵対視する勢力の排除、勢力確保のための非人道的なことも含めて。だけど私は一度大きな過ちを犯し、主であるパト君すらも失いかけた。もう二度と同じ過ちは繰り返さない。それだけのために私は自分を押し殺してきて、無慈悲に、宣誓してきた。だけど今の私は、全知全能、思っていない、全知って完全に、間違いなく導くことができない。年数、時間が経つたびに私の、全知、はほころびが生まれる。そしてその情報はどんどん役に立たなくなり、私の求めた結果とは異なってしまう。そんな焦りから、ここ最近になって失敗が増えてきた、判断ミスが増えてきてしまった。もうこれ以上は間違えることはできない。私がみんなを導くんだ。それが私の役割だから。汚れてても、嫌われてても、それだけは絶対に譲らない。私はアリシアを選んだ。私と同等の仕事量、私と同等の頭脳帝国を動かすことができる需要を持ち、私のアシストに向き、すべてを包み込んでくれる優しさと信頼があったから。私はテッカちゃんを選んだ。原始支配を含め、底知れない戦闘のセンスを持っていたから、そして何より誰よりも努力家で仲間思いなのが私自身、惹かれたから。私は金を選んだ。次元支配を持ち、黄金極真流、その象徴である、秩序、それだけで平和は確約されるから。それに彼女はご主人の感情や思考を共有できていたからきっとご主人の心の支えになると思った。私は白を選んだ。時空支配を持ち、白銀帝王流、その象徴である、混沌を持つ。時間の法則を好き勝手に改ざんできる可能性を持つから大きな過ちを犯しても保険にもなるし、不屈の象徴である白が戦うことでそれだけで有利に働くことが大きいと考えたから。私はソフィアを選んだ。帝王信仰法という肩書きに、一水脳という全知全能ですら容認できない不確定要素はきっと大きく貢献し、他のどこにもない唯一無二を作ることができると考えたから、そして頭脳は私と同等ゆえにアシストも向いていると考えていたから。私はコトカちゃんを選んだ。貴重な歌姫であり、全盛期の私ですら超えるポテンシャルを持ち合わせていたから、そして覚醒してからは私の想定をはるかに凌駕するポテンシャルを持ち、いい意味で私の期待を超えてくれた。今の専属品は今こそ実力はないけど、数年後の未来、きっと金世界でも上位に君臨する金となる。私はそう確信している。デッカちゃんは、正直悩んでる。確かに条件は悪くない。でもそれと同時に帝国の子たちすら押しのけてまで専属品に押せるかというと、正直怪しい。創生支配は帝国では多くの子が持っている。共鳴支配も神界ではポピュラーな能力。押せる要素といえば、ソピラノス愛とご主人の基礎を担ってくれたというところ。聞いてていない?デッカちゃんしか持っていない唯一無二が見当たらない。それが私を悩ませている。だけど、私個人としては、ダメ、私利私欲では、もっと未来を見て、もっと利益を見て、もっと見定めて、判断しないと、みんなを、不幸にしないために。もう咲くことの手は通用しませんからね、次は別の手で攻める。相手飛ぶ、メリアさんだから拝むよる飛行術は持ってる、何か咲くか。でもいいわ、その誘い、乗ってやるわよ。ゼロ、インフィニートエスパーだ。撃ち落としてやる。さすが、今回は冷静なんですね。大学の子が寂しかったので借りますよ、これ。つかぬ覚醒、触ろうものなら腕ごと弾けと V6 なのに。上等よ、私の土俵に上がってきたことを後悔させてやるわよ。ドローン、なら同じ土俵でも世界が違うってことを教えてあげる。上等、減らず口がなくならないといいけどね。重心が悪い。足の支えが悪い。剣の重心が悪い。力負けしているのをオーラでごまかしてるだけ。支えが悪いからそのまま相手の二撃目で簡単に飛ばされる。すごい、たった三撃で石化様の剣を弾き飛ばすなんて。確かに普段の使用でもメリア自身が手本を見せることはあったけど、実戦までは見たことないよね。でも多分、メリアがやろうとしてるのは剣で制圧じゃないよ。うん、そうだね。ずっと教えられてきたからね。私たちでもすぐにわかったよ。心と自信を消し寄る。絶対に勝てないと思わせる時まで。さすが、まだ真正面での剣術は無謀、それは認めろ、じゃないと先に進めない。
おそらくあらゆる技術すべて無意味に終わるかもしれない。でもそれも使いようなんだ。メリアさんの想定を超えろ。そこにしか正気がないのだから。ゼロ。ご主人には感謝しない派ですね。ご主人が頑張ってオーラをたくさんに見つけてくれたおかげで。月下ちゃんのゼロくらいなら素手で十分です。なるほど、予感はあったようですね。そこまで偉いそうな顔していない。すかさずカウンター狙い。だけどそれを教えたのも私です。来ると思った。さすが月下ちゃん、この流れは何度も受けてるから止めるか。ゼロ。近距離でゼロを使ってきたわね。まあそれも想定通りだけど。あの日近距離でかわすんだ。せっかもメリア相手だと厳しいよね。私たちみたいに能力に依存していないからね。でもせっか様はそこで終わらない。だって私たちのエースなんだから。視界が悪い。だけど空中なら私に分がある。いつまで下を向いている。背後ゼロ、デストロイ。あのスピードは何？どうした？ちょっと怖がってるわよ。すごい、あれ多分素でメリアちゃん。この後してたよね。うん、ウォーカーフェイスが得意なメリアが農場に出た。それだけ想定外だったんだよ。けどさすがメリアだ。あの石化の攻撃を受けてる中、すかさず一撃を入れるんだからさ。そうだね、この初手は引き分け。ここからどう流れを作るんだろうね。まさか、ゼロ、デストロイ、押しかけている間の引きを狙ってくるなんて。普段にはない強引さだ。やっぱりすごいわね。ついさっき戦っただけでどれだけ成長したの。どこまで対策してきたの。でも、だからこそ私は石化ちゃんを選んだ。私の想定を容易に超えてくれる存在。岩石を投げて視界が奪われたところをって考えているなら甘すぎるわよ。さすがに見えならないわね。いない？気配はずっと認知してたのに。いつまで前を見ている？音も気配も感じなかった。違う、そんなことじゃない。これは私が気づくまで目の前に気配が残っていた。知ってる、この技術。これは私もよく使うから。そうですね、ランカの太刀、その基礎となる技術です。あなたにできることは私は全てできる。ゼロだって私は何度も受けてきました。技の開発だって協力してきたのは私です。見えているのですよ、手の内全て。頭脳戦でも勝てない以上、せっかちゃんが私を出し抜くのは不可能なんです。それに私の持つ技術全てはあなたのものより洗練されている。まさに次元が違うんですよ。このまま落としてあげます。おっと、メリア選手、せっか選手の背後に回り首元を腕で締め付ける。反応が遅れたせっか選手はもがく。さあ、サイドピンチだな。せっか、どうする？おそらく100回やっても100回勝つのはメリアだろう。それほどの力量差がある。そればかりは誰が見ても明らかだ。だが、お前はその 100% を覆すセンスを持っているのだろう。まずい、このままだと落ちる。早く咲くよ。待て、今こんな至近距離でいるんだ。これは私自身チャンス。あいにくようでは動く。ゼロ、デストロイ、お容易に出せるように。絶体絶命から効率のいい答えを本能で導き出したか。ゲホ、ゴホ、ゴホ。最悪、一瞬目を離した隙に。次はどこに？下からは想定できなかったでしょ。私は勝つためなら何でもする。勝負は甘くないと教えたはずですよ。そうね、今のは私のミスね。固定概念にとらわれすぎてたわ。ゼロ。立て直すためのゼロ、まあ、なんて与えるものか。舐められてるのかしらね。こんな感じで、こんな感じかしらね。私がやった技をそのまま同じように。いや、同じじゃない。月下ちゃんの方がさっきのデメリットを見つけた正確な方法をとっている。首の骨へし折ってやるわよ。床を壊せん、視界が関与できない。あ、やばい、ビルド壊れた。地下のモッドやばい。会場の壁も壊れた。なんで、普通壊れないのに。私がオーラで床全体を、せっかちゃんは原子支配でそれを阻止しようと莫大な力を上に使ったからね。上等じゃない？戦場はそうでなくちゃ、死んでもいいなんて生ぬるい。来いよ、そんなに自分の役割が大事ならそれを邪魔する私を止めてきなよ。最高だな、せっか、同じやり方でやり返して、まだ単価を切るか、素晴らしい度胸だ。メリアもそこまで言われたら黙っていないだろう。どうするメリア、飼い犬に噛まれるとはこのことだぞ。主は黙ってはいられないよな。直ちに体と恩恵を復旧しますので、選手は一度そのまま待機を。必要ない。ああ、待てー、待てー。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。